やばい。これ入れんといけんくなかった。私は NITE2000 に内蔵されているコンピュータの声です。KITT と呼んでください。キットでも結構。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所、探索です。今回はナイトライダーの第8号を組み立てます。じゃん。中身が見えなくなっております。じらし作戦でしょうか。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おお、おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでのナイトライダーの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。なんか重たい部品、細かいのがいっぱい入っております。重たい、すごい。そしてチャンネル登録、いいね評価、いつもありがとうございます。それではじゃらーっと出していきましょうか。じゃらじゃらじゃらー。なんかスプリング、スプリングバネ、結構硬いバネと、これらは全部重たいです。また重たくなりますね。はい、それでは早速作っていきます。頑張っていきまーしょい。今回はですね、左前輪とフレームを組み立てます。まずサスペンションコントロールアームの左下、これがコイルスプリング、スプリングピボット、サスペンションインケージ、リンケージ、ショックアブソーバー。知ってる？そんな名前の部品。このハンガーみたいなやつが、サポートフレームの右と左、R と L が書いてあります。サスペンションブランケット、L。サスペンションブランケット R。 あとはネジが4種類ということで、またまた聞いたことない名前のものがいっぱい来ました。それで使うのはこの重たい手袋した方がいいかな。チャキーン、チャキーン。この双眼鏡みたいなやつなんですけど、これに取り付けていきます。まずはサスペンションブラケットの、ちゃんとね L と R が大きく書いてあります。わかりやすい。こっちが右でこっちが左、そのままでよくって、あ、これが逆でした。こう、こうしてここに、こことここにつけます。 KM ネジ。あー、手袋やっぱりちょっと難しいかも。金属なのでこの太いドライバーを使います。 KM ネジを、あれ、くっつかん。そういう時は唐津っ子さんがこれをくれたんですけど、これをこうしとくと
ってことかな。こうしとくと、あ、すごい。なるほど。この磁石に引っ張られてネジが。すご。んで、つけまーす。で、こっちも。こうして、ぴったり、収まります。ああ、硬い。めっちゃ硬い。金属だけね、しっかり。あ、硬い。右腕が。最初はいいんだけど、めっちゃ硬い。押さえつけながら回します。あ、たたたたた、左手が痛い。あ、こういう時に手袋か。左手は手袋つけとこうか。左手が痛いよ。よし。はい、硬かった。そしたらサスペンションコントロールアームを次はひっくり返して、あ、ここだ。こことここに、あ、こうか。こうだ。こっちが細い方、こっちが太い方で、こうして横からネジで止めます。ちょっと待った、その前にスプリングがいる。スプリングを、向きはいいんかな。向きは良さそう。ここに入れて、この目ん玉のとこに入れて、こうして、で、こっちからとこっちからネジで止めます。 IM。 うわ、長いネジ。ちょっと最初は手で入れて、ここら辺かな。なんか当たりをつけて空中で待機。ここら辺かな。見えない。わっ、どうかな？入ってないさそう。むず。軽く入るところがあるから、そこだ。だいぶ浮かせ気味。ここでまた難関が。もう回らなくなっちゃうから、穴の位置が難しい。どこだ？
止まっちゃうってことはダメだよね。ちょっとこっちやろうか。そもそもここに入らない。削る感じかな、金属。めっちゃ硬いけど入ってきた。そしたらこれ別に後でもいいか、こんだけ開くんだったら。この辺かな。お、いい感じ。最後までいけるかな。お、いいぞ。これは貫通した模様です。お、来た。あとはこっちだ。もしかしてこっちも穴が開いてないだけとか。穴の場所が違うかな。合ってそうだけどな。あ、もう回らない。はい、ちょっと休憩したのでもう一回やってみます。うん、入った。貫通しました。おお、休憩したらいけた。こんなに長い、こんなに貫通するんだ。 OK、 できました。そしたら次にこのステアリングピボットをここに入れます。でタイヤをここにこうして、で KM ネジでわ、ん、これをこうして、すべてがなんかグラグラでさ、これもグラグラだしこれもグラグラで難しい。こうして合わせて、あ、でこっちから入れます。またヒンジ的な感じですね。このパターン多いな。まず最初にこれがちゃんと貫通するかやってみて、これは貫通するね。じゃあこの向きで OK です。でこうはめて空中の状態で、うわ難しい。うん、重いしね、しかも難しい。うわ削れてる、めっちゃ。もうちょっと奥か。こうしてどっちも空中だけん、あれか。これはちょっと置いといて、これも回るし、でこれとこれがぶつかるんだけど、つからないところでやるのか。こうかな。めっちゃ削れちゃった。
すごい削れてる。全然入んない。これだけでできるか。そもそも入らない。KM ネジだよね。そもそもめっちゃ硬いんか。わー、止まっちゃうな。そもそも穴の大きさが全然入らない。硬っ。痛たたた。左手が痛い。これは無理だ。まずは穴を開けるところからだ。あ、痛い。全然入んない。こんな時こそ電動ドライバーしていい？危険かな。うわ。あ、部品が動いちゃうね。ネジが使えんくなって終わりそう。あら、自力で。痛い。硬い。よいしょ。手が痛い。あ、でもちょっと貫通したっぽい。もうちょっとで頑張ろう。いたたたたた。貫通した。じゃん。でもどうしよう、ここから。戻す。あ、戻るのは簡単だ。よし。じゃあこれでやってみましょう。この向きは合ってるかな。こっちだよ。で、ここに入れるよ。こうして、入るかな。あ、間違えた。もうネジ入ってた。めっちゃ難しいな。絶対入ってないわ。難しいすぎる。これをこうして、いなくなった。あれ？拒否。あれ？ここの、もう痛いよって言って、ステアリングピボットがいなくなりました。ん？どこ行った？ああ、ここにいた。ちょっとこれだけでやってみようか。反対からやってみようか。一緒か。できた。
お、貫通した。よし。すごい金属が削れている。よし。貫通したので、この辺ね。位置覚えといて、ここで貫通しました。これぐらい。よし、場所は覚えたから、こうか。この辺だね。いけるか。いった。いけたっぽい。今までで一番入ってる。もう少しだ。貫通してる。うわー、これ左をやるのか。こっちが左だった。うわ、もうここが舐めちゃって全然回らなくなっちゃった。ただ貫通はしてる？わかんない。まあ回んない。あー、ダメだ、回らなくなっちゃった。これで許して。もうネジ穴もなくなってしまった。はい、こんな状態です。許して。そして次行きます。このサスペンションリンケージにショックアブソーバーをこう、これをこうして、そしたらこの KM ネジで、そもそもまたヒンジ的な感じだね。これをここに入れる。こう動くけんかな。難しいんだけど。でネジ穴がちょっと硬いんだよね、すごい。硬い。あった、危ない。お、行ったかな。お、通った。これはなかなか難しいです。あ、怪我しそう。お、いったかな。楽に回る。ありがとうございます。 OK、 できました。そしたらこれをこっち向きにして、ここ入れとこうか。で、あ、落ちた。ここに、ん？ここにこう刺さってるんだけど、ここじゃないよね。ここ？あ、ここかも。ここか。あ、これも一緒にこう？ん？この中にこれ入れてるね。こう入れて、あ、こう入れて、ここでネジ止めだ。むずい。すっごい難しい。見えんしね。ここだね。ネジ穴は大丈夫でしょうか。
入るかな。貫通させないといけない。これも、お、行った行った、行ってる行ってる。お、いい感じ。ちょっとずれてるかな、ちょっとだけずれてる気もするけど。あ、止まっちゃった。ここだよね、ここだ。あ、取れた。バーン。あ、全然違うとこ削ってる。そもそもこれが貫通するか。わあ、硬い。自分で切り開く的な感じ。お、貫通した。よしよし、じゃあ貫通はしますよ。この辺かなってやるのすっごい難しいね。回る。全然入ってなかった。そりゃハマるわ。今ここでネジ回してって感じ。ここが今合ってる。ここでどこ？いいんじゃないか？ダメ？ダメかな？なんか良さそうだけどな。あ、またネジ穴が舐めてきました。良さそうだけどな。ダメか。良さそうだけどな。こんなに硬かったらダメか。すごい良さそうだけどな。お、いった。お、貫通した。できたできた。もうネジ穴はないです。ネジ山。はあ、できた。すごい大変。よし、そしたらまだまだ難関が待ち受けております。次はこれとこれがあるんだけど、こっちが R でこっちが L って書いてあって、この L の棒がついた方、これが左のタイヤだから、ちょっと待って、その前にこのハンガーを、これもこっちに L って書いてある。ここに、これは L と R 書いてあるけん、こっち、こっちが L です。タイヤをこう向きにして、これをここに、向きはこう裏返しにして、合ってないか、こうか、こっちか、裏返しじゃなかった、表にして、うん、はまったね。で、これもこっち向きにして、ん？場所が全然違う。こうか、こっちからはめてこっちはめる。よし、できた。
で、これを下にして、この穴と裏返しか、こうか、こうだな。ここハンガーとこの穴を合わせます。やばい、これ入れんといけんくなかった、やばい、これ後から入らん、失敗した。もう一回だね、ショック。これもう一回だ、ショックすぎる。ちょっともう一回開けます。ガガーン、ここに挟んで、で2回目いけるかな、2回目ならどうでしょう。ちょっとこのネジ変えるか、さすがにもう回せないわ。予備あったかな。2回目の挑戦。お、意外と、お、意外とすんなり、嬉しい。いけました、よし、よかった。はい、それでは次にここに、ここの穴とここ合わせて、こことここを合わせて、ここをネジで留めます。 GM ネジ、 GM ネジで留めます。ここに刺して、これを合わせていく。で、ここ、ここの丸と、ここの穴とここの穴合わせて、KM ネジで留めます。お、順調かな？全然入ってない。そうだよね。あ、取れた。あ、じゃあこれはこの状態にして、これをしっかりはめて、でこれをくっつける。あ、でもあんま強いと、この場所合わせつつ、ここくっつけて、だいたいそもそもこれがあんまり入ってないんだよね。あ、入った。あ、ぴったり。ちょっとここで固定して、あー、ねえねえねえ、これ固定したいね。入った入った。これで入りました。これでしっかり入ってます。ここでちょっと締めて。あー、取れた。これはここでくっつけちゃおうか、別で。多分こっち2つ穴があるんだけど、左でいいと思います。むずい、
車ってこんなに全部難しいんかな。絶対これ入ってない。あった。こうしてすべてを空中でやるけん難しすぎる。こうして、なんかここを GM ネジで2箇所止めるっぽいので、先にそっちを止めようかな。 GM はこれか。上からこうやってみた時にここが合ってるから、ここで閉じちゃう。横から見て、あれ？ネジがいなくなっちゃった。あ、出てきた。あー難しい。ここ、あ、わかった。仮止めしよう。今思いついた。こうだ。ここっぽいけどな。ちょっと待ってよ。これ一旦外して。これは KM で、ここと、こことここで合ってるんだけど、合ってんのかなこれ。いや全然合ってないわ。難しい。わあ。ちょっと後ろからやってみます。やっぱそもそもネジ穴がめっちゃちっちゃい気がするな。硬い。よし、穴を蹴って、ここに出てくる穴だから、ここはすんなりいくのか。ふんふん。で、ここもすんなりいくよね。
そうだし、この穴が大丈夫かなって感じですよね。硬い。これは入らんわ。お、やった、入った。よし、やった。そしたら次、奥の穴に GM ネジ。あら、GM ネジがなんかいろいろやってたらなくな。あ、ここについちゃう。よし。ここだ。いいかも。うん。ここでいいかも。見えない。全然見えない。こんなんなって出てきた。これじゃ入らんわ。お、いけた。いけた。あと手探り、全然見えない。お、ネジは2つとも入ってます。入ってるね、2つとも。お、いいね。よし、止まったかな。止まりました。できました。はい、それでは無事ここの2本入って、ここの2個のネジつけて、このネジとこのネジを締めたんですけど、なんかこの JM のネジが、で、これで完成なんですけど、JM のネジが余っちゃって、あれ?と思ったら、なんと、ここのネジとこのネジ、同じネジにしたんですけど、違いました。ここのネジは、すごい、突き出ちゃって、ここ。これね、ネジが違ったみたい。困りました。でも、もうここがね、つっかえてるけん、もしかしてできんかもしれん。できん。これ外さんとできん可能性あるね。ここ外して、ここ外さんと、ここできん気がする。これが逆だったらよかったね。今後これが干渉してくるかどうか。長さ的にこれだもんね。困った。ちょっとこれ外す?せっかくやったけど。これ外してもここも外さんといけんかな。ここ外す?それかめっちゃ短いやつでやる?いやー困ったな。ちょっとこれ外してみる。これ外しても動かんよね。これ外してもびくともしない。ここはちょっと緩める。どうでしょう。ちょっとだけ緩めて。お、ちょっと動きました。ここでこれが、あ、いける。いけた。ギリギリ。ダメかな。ダメか。ダメだ。
地道に。もうね、これ多分ネジが舐めちゃってるからね。一応この状態でマスキングテープを貼っとこうか。こうして、いやー、ちょっと今回のナイトライダーは超苦戦です。取れた。そしてちょっとこっちに変えます。いけるかな。はまるかな。おお、お、調子がいいぞ。ちょっと斜めから入れてるけど、このまま貫通してほしい。お、来た来た来た、よかった。よし、行けました。そしてもう一回ここ戻して、やばい、そんなに緩くしてないと思うけど、うん、全然入りそうにない。来た、ここだよ。入ってる。うん、来た来た。あ、リカバリー、OK。また最初からかと思った。できた。あ、完成。やっと完成した。これ取れてる。これちょっとね、なくしそうなので。これマスキングしとこう。ああ、大変だった。よし。あとは大丈夫そうですね。はい、行きました。最後まで応援してくれた見ていただいてありがとうございました。それでは、ナイトライダー今回めっちゃ苦戦しましたが、他の動画も再生リストがありますので、ぜひ見てください。そして、タンサックでは週に2回模型作りの生配信もしています。視聴者さんをタンサック団と呼んでいます。すごい、金属がいっぱい落ちてる。タンサック団の皆さんのアドバイスを受けながら、力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をして、タンサック団に入団しませんか？探索団はあなたの入団を待っちょよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。探索でした。またねー。探索の動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではデアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また、週に2回 YouTube ライブも配信していますので、遊びに来てください。よかったら励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そして、チャンネルの登録がお済みのあなたは、高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。